柳沢安江から1936年5月25日は、日本の統計学者、政治家、実業家、家族、越後黒川藩主、柳沢光明の次男として、越後国北貫原郡黒川村に生まれる。陽明割丸、全明は三都市。安江の出生前に、父の家督は、養子の柳沢光国がすでに継いでおり、明治19年、 旧大和郡山藩主の柳沢安信の養子となった。柳沢一族の中の優秀な男子ということで本家の養子に選ばれた。同19年、養父保サの次女秀子と婚約し、婿養子の形になった。明治26年10月27日、保サの死去により家督を相続した。明治27年7月、学習院大学を卒業した。 同年10月、ヨーロッパに留学、ドイツ、オーストリア、ベルギーの大学で統計学などを学んだ。当初3年間だった留学を6年間に延長した。明治33年9月、フランスやカナダなどに立ち寄り、帰国した。大正2年7月、柳沢統計研究所を設立した。明治37年により、貴族院議員となり、予算委員長を務めた。 大正7年より東京市会議員となり議長を務めた。また、第一生命初代社長などを歴任した。夫人の秀子との間に一難かずめあり、長女老氏は外交官岡本規制に嫁いだ。なお、秀子の弟保証を養子に迎え、家督を継がせた。柳沢安江と、市女有望な人種の面倒を見ることを好み、物心両面で援助をした。 特に将棋騎士への援助は厚く、自身も愛騎家であり、将棋の殿様と呼ばれ、坂田三吉、木村義夫十四世名人などを援助していた。坂田は、午前様の悲劇がなかったら、わしはなかった。今のわしはすべて午前様のおかげやお口癖にしていたと言う。ありがとうございます。